鴨子参議院議員より国会の状況と新しい政治の現場をお伝えいたします。皆さんお願いします。はい、大丈夫でしょうか。はい、文字通り会場あふれてお集まりいただいた皆さん、本当にありがとうございます。ゲットアクションでやってまいりました。この赤のスーツは実は私が2007年の東京選挙区に挑戦するにあたって女性の集いで着たスーツがまだ着えます。なんとか着れます。やっぱりこのレッドアクションの運動をはじめですね、本当に今女性たちの世論と運動が政治を動かしてきてるな、このことを熱く感じながら、この女性の集いに駆けつけてまいりました。実は久しぶりにこの赤を着ました。というのも女性の前ですね、レッドアクションはまさに普通の女性、市井の女性が赤を着て自らの意見を述べるんだっていう運動だったと思うんですけど、私たち女性は候補者や議員になるとですね、できるだけ赤を着ろとか原色を着ろとかネオンカラーを着ろとか言われることに、ある意味私らしさはこっちの色よっていう抵抗感みたいなのがあって、あまり赤を着ないということが多かったわけですけれども、やっぱりね、去年1年間の運動を見ていてですね、普通の女性たちがまさに赤を着て赤を身につけて今やもう政治家と同じように発言する時代がやってきたというのが、私はレッドアクションの意味だというふうに思うんです。で、そしてまたそういう運動が現実に政治を動かし始めているということを、もう日々私も実感をしているところなんですね。なんといってもその一つは、もうすでにお話あったかとは思いますが、5野党がですね、安保法制、戦争法の廃止というこの一致点で共同するということを党首会談で確認をした。そのためには安倍内閣を打倒し、自民公明を少数に追い詰め、それやるためには参議院選挙も選挙協力を一人区などで行うというところまで合意が進み、今その話し合いがですね、さまざまな県で具体的に行われている。これはもうレッドアクション、あるいはママの会、こういう女性たちの運動、若者たちの運動、たくさんの国民の皆さんの世論と運動がまさに今政治を動かす鍵を握っていると言えるのではないでしょうか。同時に私この5野党の共同というのが本当に実現したのは、まさに日本共産党が皆さんと一緒に踏ん張ったから、頑張り抜いたからだっていうことも、ぜひこの場でお話をしたいんですね。皆さんの運動が政党を変えてきている。そうなんですね、野党変わってきて5野党が共同っていうふうになったんですけど、真っ先に変わったのは日本共産党だと思うんですよ。ここが大切なんですね。真っ先に日本共産党はこの国民世論に応えなければダメなんだと。やっぱり選挙の対応についてもですね、一致点で戦争法の廃止、立憲主義の回復というこの一致点で他の野党と力を合わせることが必要と。いろんな政策あるけれど、その政策の違いを政策協定云々言ってる場合じゃないんだと。この一致点で野党共同と呼びかけるところまで国民の世論でまず脱皮をした、動いたのが日本共産党。そしてですね、その後はね、一歩も譲らず動かなかったのが重要なんですよ。野党共同が必要だ、共同のために話し合いが必要だというところを、私たちは一歩も譲らず頑張り抜いたんです。ここが大きな鍵だったんですね。いろんな、ね、候補者会議で私も女性だけではないんですけど、特に一人区の候補者や北海道5区の、ね、小選挙区の橋本美香さん、このお話いろいろに聞いてきました。もう北海道5区なんか大変ですよ。野党共同って呼びかけて小選挙区の補欠選挙は決まるわけですよね。
そして橋本美香さん名乗りを上げる。名乗りを上げた途端に何と言われるか、あなたはいつ降りるんだと言われるわけですよ。共産党は野党共闘を呼びかけたじゃないかと、あなたはいつ降りるんだ、こういう取材ばっかり受けるわけですね。これは参議院の一人区も同じでですね、いろんなところで女性だけではないんですけど、男性の一人区の候補者も頑張ってたわけですけれども、中でもね、私はある女性の候補者がですね、本当にいいポスター作って街にどんどん貼られていく、残念、何しろ共産党がポスターを貼らないと戦争法廃止っていうスローガンが街に現れないわけですよ。で、他の政党貼りませんから、私たちが小選一人区の候補者もポスター貼ることで戦争法廃止するんだと、安倍内閣打倒するんだっていうスローガンが街に現れるわけですよ。ですから積極的に一人区も候補者のポスターどんどん貼っていったわけです。そしたら言われるわけですね、あなたのポスターがどんどん増えてるけれど野党共闘するつもりはあるのか。これは近しい支持者からも言われながら頑張ったんですよ。でもそういう中で私たちはですね、何でもかんでも降りろって話じゃないんだと。大切なのは野党共闘の柱は安保法制戦争法の廃止で頑張るという約束をして、初めてどういう候補者にするのか、誰を立てるのか、こういう政党間の協議ができるんだ、この戦争法に対して断固反対と、この約束が取れるまでは一歩も引くわけにはいかないんだと、それぞれの一人区で日本共産党の候補者頑張り抜いたんですね。もうね、聞きましたらね、北海道の5区なんかは最後話し合いに ようやくこぎつけるっていうね、まさに党首会談できるかどうかっていう、その瀬戸際の中で進んでたんです、北海道5区は。でそこでもう橋本美香さんはマスコミからの取材構成、それはもういつ降りるんだの取材構成です、これバーッと受けて体調を崩すほどのストレスを抱えたんですね。でもそういう中でも女性たちもですね、ママの会の皆さんも応援してくださったって言うんですよ。簡単に降りないでほしいって言ってくれたママの会の方もいたそうです。私たちは誰でもいいから野党を襲うって言ってるんじゃないんだと、この人だったら大丈夫、この人だったら必ず戦争法を廃止してくれる、そういう人を推したいんだ、それは共産党の候補者かもしれない、その約束ができるまで、そのことがはっきり分かるまでどうか引かずに頑張ってほしい、こういう支えもありながら全国で共産党の候補者たちは頑張ったんですね。ですからね、どうか本当に今野党共闘の話し合い一人区で進んでいる、そうすると一人区の多くの候補者は私たちを下ろすことになるでしょう。降りた候補者は本人が合意すれば比例代表の候補者になるわけです。私と同じく比例代表の候補者になるわけですね。どうかね、本当に皆さんにお願いしたいんです。ここまで頑張った候補者の皆さん、やっぱりね、比例代表の躍進でこれで答えなければならないと思うんです。一人区ってのはもう共産党の候補者を下ろしたらですね、比例で共産党を躍進させるって、ここで頑張ることがどうしても求められてくるわけですね。改選議席48人、そのうちの8議席以上、この以上ってところがポイントなんですね。今名乗り上げてる第一次で発表されたのは私を含む8人、全国を8ブロックに分けた8人なんですけれども、以上ってつくところはですね、それは一人区で頑張り抜いた人たちもやっぱ国会に迎え入れるんだという私たちの思いがにじみ出ているところなんです。東京選挙区でもちろん6人区山添拓さんを大きく押し上げると同時に、比例代表でまさに躍進の波を作って全国で頑張り抜いたこの候補者たちに連帯をしていこうではないか、このことを心から皆さんに呼びかけたいと思います。頑張りましょう。よろしくお願いします。こういうですね、ご野党の共同っていうところがぐーっと進んだのはなぜか、まあ、共産党と、国民の皆さんの頑張りがあったんですけど、やっぱりですね、安倍内閣の暴走が止まらない、
これをそのままにしていていいのかっていうことがそれぞれの野党に問われたんだと思います。安保法制を憲法も首にじって押し通したら、今度はこの戦争法に合わせて憲法の方を変えてやるんだと、まさにもう安倍さんはなんですか、猪突猛進ですよ。イノシシに申し訳ないなと思っちゃうんですけどそれぐらい許せない暴走なんですよね。今安倍さんがいろいろ言ってて、任期中の改正まで言い出しましたけど、どっからでもいいから変えるんだってこと言ってますけど、その狙いはやはり憲法9条2項自衛隊を軍隊に変えてしまうんだということ、あるいは緊急事態条項、政府が緊急事態だといえば国会を開かず閣議決定だけで国民をどんどん縛りつけることができる、命令することができる、ここにあからさまに安倍総理の考えている日本の国家づくりがですね、現れているというふうに思います。この9条2項を変えて自衛隊を軍隊に、私はこの安倍さんの発言を聞いたときにですね、まさに安保法制戦争法に合わせて自衛隊作り変える、憲法を作り変えるそのものだなと思いました。戦争法案の議論をやっているとき、審議中のときには、国会にも何度も元自衛隊員という方が来てくださって、そこでなぜ自分たちは戦争法に法案に反対なのかってお話をしてくれました。中でも印象に残っているのは、自衛隊員の方というのは入隊した時に宣誓をするんだって話なんですね。私は日本国憲法に従って国民の命と財産を守るために任務を全うすると、日本国憲法を守るっていうことを宣誓するんだっていうんですよ。私たちは自衛隊のあり方にいろんな意見があります。憲法違反のような海外派遣の問題ってあります。しかし時の政府はですね、自衛隊というのは国民の命と財産を守るという役割にその任務が限定をされている、だから憲法違反ではない軍隊ではないという立場を取ってきたんですよね。安倍さんはここをですね、今の憲法と自衛隊には乖離があるから、で憲法学者が憲法違反だと言うから、だから憲法の方を変えるんだ、文字通りの軍隊にするんだってことですね。つまりは国民の命と財産を守るというその任務を限定しないんだと、まさにアメリカ軍と同じように国家のために国家の命令でどこでも戦争する、武力行使を行う、まさに安保法制そのものの自衛隊の役割を憲法で軍隊と書いて、もっと戦え、もっと国家の命令で戦えと命じていくような、その流れを今安倍総理は作ろうとしているのではないのか。こんなことを許すわけにはいきません。まして緊急事態条項でね、閣議決定一本で例えば集会も禁止するとか、マスコミの報道も規制するとか、こんなことやられたらたまったもんじゃありません。私特にここでは女性が怒る時だというふうに思いますね。歴史的に見て女性たちがいかに国家に従属させられてきたのか、まあ、朝が来たを見てもですね、そのことを本当に皆さんも日々感じながらあのドラマに見入っているんじゃないかなというふうに思いますけれども、本当女性たちはまさに戦前はですね、国家のために産めよ増やせよと、産めない女性は人間にあらずというような扱いを受けてきたわけですね。そして子供を産んだ、あるいは夫もですけれども戦争に取られてしまう、戦争に取られて戦死の通知を受け取る、日露戦争の時なんかはこの戦死通知がどんどん来たので、女性たちの中に戦争に反対する遠征、戦争は嫌だ、こういう思いがですね、うんと広がったって言われてるんですね。これうんと広がった、そしたらどうしたか、靖国神社作ったんですよ。靖国神社作って息子を戦死でね取られてしまったと、子供すべて失ったっていう女性をわざわざ呼んで、そこで天皇が表彰して、あなたは靖国の母ですと言った。これで女性たちは夫を取られようが子供を取られようが泣くことさえも許されなかった。
靖国の母と言われ顕彰され、こんな名誉なことはないと言われ泣くことさえも許されなかった。こんな風にして国家に従属させられてきたのが日本の女性たちでしたよね。女性たちは戦前からだって我に参政権をよこせと言った、戦争嫌だという声を上げようと思った女性たちもいた。しかしそういう女性たちには治安警察法で集会を開くことをさえも禁じてきた。こうやって女性たちの権利を奪い国家に従属させたことがまさに日本を戦争へ戦争へと駆り立て、あの傍若無人なあまりに無謀な侵略戦争へと突き進めさせていったのではなかったのか。ですからね、私ももう先輩方からお話を聞くしかないんですけど、本当に戦後まさに70年前女性に参政権をとこうなった時に、どれだけ女性たちが心の底からやっと私たちが一人の国民として認められた、こういう思いに立ったかですよね。この参政権をまさに行使するとき、まさに国家に従属させられてきた女性たちがその怒りを持って政治を変える時代を迎えているのではないでしょうか。今度の参議院選挙、もうダブル選挙になるかもしれない、その総選挙、まさに女性たちが自らの力で自らの権利を行使して安倍内閣を打倒しようと、女性の中に大きな運動を広げていこうではありませんか。この女性たちの運動は今本当に戦争法だけでなくいろんな分野に広がっています。今日私大変遅刻をしてやってきましたのは国会前のスタンディングアクションに参加をしてきたからなんですね。何のスタンディングか、保育園落ちたのは私だスタンディングです。参加をしてまいりました。木田さんがすでにいないのはなぜかと言いますと交代したんです。私がこちらに駆けつける木田さんがやってくるというですね、まさに木田さんは保育園落ちましたので不承諾通知を受け取った本人なので、保育園落ちたのは私だという紙を持ってですね、お母さんたちと一緒に、あるいは支援者の皆さんと一緒に今アピールをもう終わったかな、やっているところなんですけれども、本当にですねこの保育園の問題一つとってもですね、私は自民党の政治がいかに女性が当たり前に働き当たり前に生きていくことに無関心であったか、 その妨害者であったか、 そのことを表していると思います。私もねお母さんたちから聞くんですよ、ポストの数ほど保育所をっていう猛烈な運動をやった、あれに本当に政治がまともに応えてね保育所を救っていればこんなことにはならなかったはずだ、そういうお声聞きます。でポストの数ほど保育所をお母さんたちが自ら働く、お母さんだけじゃないですね、女性たちがやっぱり自らの力を家庭の中に留めるのではなく、やはり自らの力を社会の中に生かしてこそ日本の産業も社会も発展するんだ、こうやって頑張った、若年定年制とも戦った、結婚して子供を産んでも働き続けられるようにと、まさに女性たちが頑張ってそういう職場を作ってきた。ところが保育所が足りないというその問題にぶち当たる。保育所作れって運動すると政府の側と言いましょうか、与党側の人たちはと言いましょうか、3歳自身はってやつを流したわけですよね。3歳まではお母さんがどれだけ抱っこするかが大切だよ、保育所作れなんていうことを言ってると子供がまともに育たないよと、今度はそういう攻撃で保育所を作らない作戦に出たわけです。で保育所作らない作戦に出た、でどうなったか、女性たちは働きたいって希望を持ってどんどん働いていく、どうなったか、少子化が恐ろしいスピードで進んでいくと、慌てたんですね。少子化が進んだ、どうしようか、働き手が少ないから男女共同参画で女性女社会へ出てこいと言った、なんてご都合主義かと私は思いましたね。保育所もまともに作らずに来て、それで子どもの数が減ったら働き手が少ないから女性女社会へ出てこいと言うと、しかも男女平等だから深夜労働も長時間労働も女性は男と同じに働け、これでね
子供を産んで育ててっていうわけですから、もう私話しててカッカくるんですけどね。本当にね、この長年の自民党の政治の矛盾、長年の自民党の無責任、それがこの今のね、保育園に入れないお母さんたちが4月に仕事を辞めなきゃいけないのかと、もう日本死ねという言葉にまでですね、現れている、この政治の責任をどう取るんだと安倍政権に迫っていかなければならないと思います。保育所っていう問題だけでなく、私は昨年は女性の活躍推進法なんていうものが作られて、本当に何が女性の活躍かって、活躍させてやるから頑張れ法案ですからね。何が女性の活躍か、活躍を邪魔してきたのはどこのドイツだっていう思いで本会議場で質問に立ったんですけど、まあね、あんまり厳しい質問やったもんですから、いや賛成法案なんですって言ったら公明党に驚かれたんですけれども、反対法案ではなかったんですが、もう反対法案かと見まがうような質問をやったわけですね。これね、法案の準備をしているときに改めてその女性の管理職の割合がどうかとか、今でもその、出産を機に辞める女性たちが多数いるんだっていうね、こういうアンケート調査とかをずっと見ているうちに、本当に怒りがふつ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 と湧いてきたわけですよ。私は男女共同参画世代と言われてるんですよ。男女共同参画、男女、雇用機会均等法、すみません、男女雇用機会均等法ができて、それで女性たちもどんどん当たり前に就職できるって言われた時代なんです。バブルの時代でもありましたから。ところがね、私早稲田大学で合唱のサークルやってました。歌声とかじゃなくてバッハとか歌うようなサークルとか歌ったんですね。それで結構いいところの進学校出た女性たちもいっぱい入ってたわけなんですよ。でバブルの時代ですから、銀行とか一流企業とか、そういうところに何人も女性たちは就職をしたわけなんですよ。ところがですね、私が国会議員になってお祝いの会を同期の人たちが開いてくれました。その時に初めて女性たちの今の状況を知って驚いたんですけれども、結婚をして子供がいてそのまま働き続けているのは同期の女性たちで、私一人だったんですよ。辞めてしまったか、働き続けている人は結婚しても子供がいないかのどちらかだったんです。愕然としました。一体雇用機会均等法って何だったんだろう。それでね、今定年間際になってもうずっと昇進昇格止められてきた、それはあれですよ、その転勤に応じられないからという意味で昇進昇格にずっと弾かれてきた、その人がなぜ自分は定年間際になってももうずっと若いね、男性職員よりも下のポストにいなければならないのかと、裁判までやって戦って昇級資格を受けて、昇進資格を受けて、やっと昇進が果たせた、こういう裁判もつい最近にも起きてるわけなんですよ。こういうのをね、いろいろ聞いていて、一体男女平等のこのスローガンはどこへ行ってしまったのか。こんなに都合よく女性たちを職場に引っ張り出しては突き放す、引っ張り出しては突き放す、こんな政治をいつまで続けるつもりなのかと、もうこの法案の質問に出すときにスイッチが入りましたね。女性の問題でスイッチが入りました、やっぱり女性たちっていうのは本当に豊かな能力を持っています。コミュニケーション能力もそうです、さまざまな能力を持ってます。その能力が日本社会の中に生かされたときに、どれだけこの日本社会が円熟した成熟した、そういう世の中になるだろうか。そうやって女性たちも男性たちもライフ&ワークバランスですか、家庭も仕事も大切にできるっていう、そういう日本社会を作ることができたら、どれだけ日本の社会は豊かに発展することができるだろうか。それを妨害してきた自民党政治を終わらせる、真に男女平等を進めることができる、真に長時間労働を是正することができる、真に働く者の権利を守ることができる、そういう新しい政治を私たちの手で作っていこうではないかということを、女性の方から男性の皆さんにも。
で、実はこの保育所の問題はそうした問題がぎゅっと凝縮されて現れているということもあり、私は予告いたしますが、予算委員会でできればテレビの入った予算委員会に立って、この保育所の問題をぜひとも質問をしたいと。何が問題かというところがね、ぐっと分かるような質問をですね、ぜひやっていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。で、今実は5野党の合意というのも、こうした戦争法にとどまらず、雇用の問題であるとか、あるいは社会、雇用が一番ですね、社会保障の問題であるとか、こういうところでも原発や TPP でもなんとか合意にこぎつけられるように頑張ろうじゃないかという動きが始まっています。宮城県でもね、民主党の現職の議員を推すんだということを決めましたけれども、かなり踏み込んだ政策合意の中身になっているわけですね。これはですね、やっぱり率直に言えば消費税増税と社会保障の改悪は野田政権の時だったわけですから、民主党がどこまで踏み込むかっていうことが私たちには若干危惧されるところではあったんですけれども、やっぱりですね、国民世論と日本共産党への国民の期待っていうのがどんどん広がり、日本共産党への支持がやっぱ高まっていく。選挙の予測やればですね、共産党の議席が増えるっていう、こういう予測が、予測でしかないですけどね、出てくると、こういうのを見ると、やはり他の野党は安保法制にとどまらず、私たちが訴えかけている問題、政策に大きな関心を払わざるを得ないということが表れているんだと思います。参議院選挙までにどこまで日本共産党と国民の共同を広げることができるか、それがやっぱり参議院選挙後、野党が新しいその政策をどこで合意して、総選挙戦って新しい政権がどういう政策で、安倍内閣に代わる、自公政治に代わる新しい政治の展望を示すことができるか、かかってくると思うんですね。やっぱり日本共産党躍進の波を今から起こしていくことが、新しい政治実現の大きな鍵になるということも、心から皆さんに訴えたいと思います。